イノベーションで開発したデジタルシャーマンは結構人間の死とアトムライとかテーマだったんですけど、その反動で2016年ぐらいからなんか逆に祭りとか生なエネルギー、あ、そうなんです、なんか結構死に向き合いすぎて逆に反動で人間の生命エネルギーみたいなものがなんか、これは死だけで話を通した方がこの原稿としてはいいのか、反動まで入れた方がいいのか悩むところですね。あ、そうですね、死だけで通した方がなんか潔いというか、あ、ただイメージが一番、あの英訳とか欲しいのはこの辺りです、新しいところ、そうそうそう、いや死に向き合いすぎたと、そう死に向き合いすぎ、すぎた、である日部屋でなんか私はなんでこんなに 死の死ばっかりやってんだみたいな気がついたと、まあ、あとはあのフランス人の写真家でシャルフレゼっていう人がいまして、その人が撮った、あの妖怪の島っていう日本の民間風習のマハゲもそれこそ生まれるんですけど、あ、僕かもしれない、あ、そう、それを見てなんかすごくなんか感動して、祭りってなんか日本の土俗的なものがすごくあるからね、そうです、そうです、そういう土俗のなんか風習とかお祭りってめちゃくちゃ面白いなって感動して、でその時あのちょうど会社辞めたばかりで、あの、まあ、いろんな会社の人となんかヤフーに行っていた、あ、そうです、ヤフーにいたんです、なんか仕事しましょうイエーみたいな感じのモードになっていて、でその時あの ISID イノラボっていう組織が声かけてくれて、まあ、結構そのオリパラに向けた、なんでしょう、アウトリーチ活動とかも やってるところだったんで、まあ、そこと絡めてその日本の地方の土俗の文化を海外発信する何かを やりましょうみたいなになって、その時超ブームだった生ハゲを、そのブームがあったんですか、生ハゲ、そうです、生ハゲブームがあったんですよ、知らなかった、生ハゲは好きすぎるみたいな、なぜかで、あの、オガンの役所に飛び、あの役所の人にあの地元の伝承の話をいろいろヒアリングし、で結構その生ハゲっていう、なんて言うんだっけ、なんとかこういないイネカの、なんだっけ、悪い子はイネカ、悪い子イネカみたいな、でそういうふうになんかただ脅してるように見えるんですけど、でも実はあれ、あの集落の一軒一軒をこう生ハゲが回っていくことによって、その集落の治安を維持するとか、戸籍を管理するとか、変なやつをかくまってないかとかそうかもしれないです、まあ、なんか結構政治的だったり社会的、結構社会コミュニティ維持としてのあの機能がめちゃくちゃあるっていうことが発覚し、本当にそうなんだ、あ、みたいです、みたいです、まあ、あとまあ子供のしつけとかいろいろあるんですけど、子供もあるけどね、いきなりあれ、人の家に入ってくるとこがすごいですよね、そうなんです、一軒家押し入って何人一家全員確認するんで、おお、本当ですか、それ、あ、みたいです、みたいです、すごい管理社会的な、そう、管理社会的な意味合いが結構あったということが発覚したの でそれをまた、あの現代の都市に移植したらどうなるのかという写真の作品をあのその時は作っています、そういう現代の都市にもう生ハゲという というシステム名目のもとという生ハゲをシステムとして実装したらどうなるのかみたいな、その時はただあの映像作品とコスチュームはあの実際のアウトプットとして作ったものだったんですけど、でもやっぱりあの祭りという現象そのものがやっぱ面白いなと思っていたので、本当に祭りやりたいなって思ってやってるのが今です。でその生ハゲが手始めに始まって、はい、次はちょっと自分で生ハゲってでも祭りなのかな、あ、生ハゲ祭りじゃないですね、来訪神行事、まあ、祭りも何行事って言った、来訪神行事っていう、来訪神ね、来訪神、おお、もう柳田国夫の世界ですね、あ、でもそうかもしれないです、ちょっとやっぱ参考文献として、なんか来あの年の終わりにやってきて1年間のやってきたことを戒めるっていうのは、ね、本当に世界中どこにでもあるらしくて、なんか日本もなんか節句って僕らはほんのいくつかしか知らないけど、はいはいはい、昔はなんか1年のうちの何分の1ぐらいが何らかの節句、ああ、そうなんですよ、そうそう、ものすごく細かくいっぱいあるらしいですよね、その節目節目でなんか日々のは、でももうほとんど忘れられちゃってるんだけど、まあ、それがまた地域によって違うとか、そういうあれなんでしょうね、それは結構ヨーロッパでも日本でも、どこでも、あ、ヨーロッパにもあるの、そう、あの、そう、生ハゲを最近ヨーロッパに持って行ったんですけど、こんなのあるとか言われちゃって、あ、そうそう、あ、うちにもあるって言われた、あの田舎の農村にはやっぱそういうまさか明治時代にヨーロッパから導入されたとかそんなことないでしょうね、どうですか、なんかの、農村と田舎はどこでもあるみたいですね、こういうあの化け物が やってきて、ちょっとしたらこうなんかこうアジアでユーラシア大陸のここまでその、はいはいはい、僕前なんかトルコ行った時になんかあの甘栗売ってて、で甘栗の生誕発見とか言ったらパリでも売ってますって言われちゃったんだけどなんかそういう、こう分布図みたいのがきっとありそうですね、それがなんかそれぞれ
自然発生的に行われているのかのか、偶然なんかできるのか、伝わったものなのかちょっと分かんないんですけど、本当にどこに来訪神って、もその言葉はもう訳語があるぐらいあれなんだ。そうですね、まあ、ただ、まあ、来訪神という言葉なのか、まあ、サンタクロースも来訪神と言われてます、年の終わりにやってきていい子にはご褒美をあげようっていう。サンタクロースは生ハゲだったというのは今日は見出しとしてはかなり良い感じですが、しかも煙突から入ってきちゃうから怖い、もうより怖いですよね。なんか単なるストーカーかみたいなね。生ハゲはあの悪い子はお仕置きするが、サンタクロースはなんかいい子にご褒美あげる方の、しかも暴走族みたいな感じだし、そういうことなんだ。ポジとネガの違いがあるんだ。そうかもしれないですね。おー、そうなんだ。そうそう、あれだって中東かなんかですよね。あ、そうなんだ。え、サンタクロースの発端って、へー、中東でそれが北欧神話と組み合わさって、うん、でさらにコカ・コーラが壊しコマーシャルに使って赤い服になって、ね、なるほど、そうなんですよ。まあ、でもそうですね、なんか商業化されたりポップになったりするんですけど、やっぱ、ね、生ハゲまだなってないから。あ、でも生ハゲは比較的ポップだと思います。あ、ポップだけど商業化してないじゃないですか。どうでしょうね、結構生ハゲ協会とかあるんですか。で日本でほらサンタクロース協会になってる人とかいるじゃん。生ハゲ伝道師認定試験取りました。あ、なんだ、あるんだ。そうそうそう、それはその生ハゲ検定を取りました。地方おこし地方なんこんなにきっと原稿収まらないんだ。確かに、